プレバイオテイクスとプロバイオテイクスの違いって、どちらも健康に良いものですが、プレバイオテイクスとプロバイオテイクスの違いは、基本的にはその働きと、どこで手に入れることができるのかということです。私たちの細胞の中には、実に何百万もの微生物が住んでいます。これがマイクロバイオータ細菌層です。 その大部分は腸内に住んでおり、腸内フローラという名前で知られています。これらすべての腸内細菌は、有益な作用を持つものと、有害な作用を持つものの二つに分けることができます。後者は下痢や感染症を引き起こしたり、腸内腐敗を起こしたりします。一方、善玉菌は有害な菌を抑制したり、免疫系を刺激したり、 ガスを減らしたり、消化を良くしたりする働きがあります。また、人間の体は、様々なビタミンを合成したり、特定の栄養素を吸収したりするために、善玉菌を必要としています。このように、心身ともに健康を楽しむためには、腸内フローラを健康的でバランスの良い状態に保つことが、とても重要なのです。 その中で、プレバイオテイクスやプロバイオテイクスはどのような役割を果たしているのでしょうか以下で詳しく解説していきます。プレバイオテイクスとプロバイオテイクスの主な違い。腸内フローラを良好な状態に保つためには、2つの基本的なことをしなければなりません。 体中で生きている微生物の一定の供給を確保するためにプロバイオテイクスを摂取する。また、すでに体内に住んでいる微生物に質の良い食べ物を提供するためにプレバイオテイクスを与える。上記の二つにプレバイオテイクスとプロバイオテイクスの主な違いがあります。次に、それぞれをもう少し深く掘り下げて、 最も重要な供給源を見ていきましょう。プレバイオテイクス、腸内フローラの食べ物。プレバイオテイクスとは、そのまま大腸に届く食品の難消化性成分のことです。大腸に届くと、それを分解するのに適した酵素を持った腸内細菌の餌となります。腸内細菌の餌となることで、 腸内細菌のの増増殖や活動を刺激し、宿主人の健康増進につながります。食品成分がプレバイオテイクスとみなされるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。いや、小腸で分解されたり、吸収されたりしない。大腸にそのまま届いた後、細菌によって発酵させることができる。 この発酵は人間に有益な効果をもたらす特定の腸内細菌の活性と増殖につながる。今のところ、最も研究されているプレバイオテイクスは植物性食品に含まれる様々な種類の繊維です。具体的には、フラクトオリゴ糖、FOS、ガラクトオリゴ糖、GOS、イヌリンです。しかし、 他にも多くの食品に腸内フローラに有益な物質が含まれています。玉ねぎ、ネギ、アスパラガス、アーペイチョーク、シ,シチアトアマ、ジャガイモ、ニンジン、リンゴなどに含まれている繊維の一部は、その他の食品と比べ、良いプレバイオテイクスです。ココア、ベリー類、スパイスに含まれるポリフェノール。オリーブオイル。 ナッツ類、脂身の多い魚に含まれる脂肪。プロバイオテイクスト派。プレバイオテイクスト派なんかが分かったところで、今度はプロバイオテイクストの違いを十分に理解するために、プロバイオテイクスの概念を掘り下げてみましょう。プロバイオテイクスという言葉は、プロライフ、生命を尊重するを意味します。 最も広く受け入れられているプロバイオテイクスの定義は世界保健機関 WAHO と国連食料農業機関 FAO によって決められました。これらの組織はプロバイオテイクスについて次のように述べています。ここでは最近に栄養を与えることについて話しているのではなく最近自体を提供することについて言及しています。 ほとんどのプロバイオテイクスは食品の発酵に使用される細菌から来ています。最も研究されているのはラクトバチルス属とビフィズス菌についてです。プロバイオテイクスは食品や栄養補助食品から摂取することができます。主なプロバイオテイクス食品。最も手頃な価格でプロバイオテイクスが豊富な食品の一つは ヨーグルトだと言えるでしょう。良質なプレーンヨーグルトは乳酸菌と連鎖球菌の両方が含まれているので、何かを追加する必要はありません。ケフィアもまた理想的で、より大量で異なる種類の細菌株が含まれています。他にも、ザワークラウトやピクルス、ガーキンなどの発酵野菜もプロバイオテイクスの良い摂取源です。アジア料理では、 味噌やテンペ、発酵した大豆などがあります。最後に、プロバイオテイクスの摂取源として、昆布茶という少子発泡性のある飲み物が挙げられます。こちらは近年非常に人気があります。プレバイオテイクスとプロバイオテイクスの違いに関する注意事項。プレバイオテイクスとプロバイオテイクスの違いをまとめると、 この二つは異なるが、補完的な作用を持っているということです。従って、単にプロバイオテイクスだけを摂取しても、プレバイオテイクスを上手に摂取していなければ、あなたの体のためにはなりません。しかし、プレバイオテイクスとプロバイオティクスを取り巻く科学は発展しており、これからまた多くの新しい概念や知見が出てくるかもしれないので、 最新の動向には常に注目してください。